やっていきまーす。意外とうまくないでしょ。こんにちは、こんにちは。ちょっとまた公園からスタート。あ、でもこんな砂いけそうだな。そうですね、全然いけそうだけど、最後サラサラにするときは無理かもしれないですけど、サラ砂探しをしないといけないな。この砂ダメなんですか。単純にここの砂良さそうだね。そう思った。そうです。うわ、全然だな多分これ。あ、ちょっと、うん、サラサラすぎる。固まらなさそうですね、うん、仕上げはここでいいか。これそんな。あ、悪くないぞ。水につけたら不純物なくなるのかな。不純物ってどういう。なんかこういうものだ、こういうもの、こういうのとかさ。あ、いた。大丈夫ですか。これを水つけてろ過していけばいいんじゃない。あ、悪くないよ。あー、でもやっぱ不純物が目につくな。こういうのとか入ってるもんな。じゃ、もうちょっとひたひたにしたい。ちょ、水入れて、水。はい、入れていいよ。あ、そんぐらいそんぐらいそんぐらい。ダッポダッポの方がイメージあるよね。そうっすね、後で抜くんで。そう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 、今ちょっとダッポダッポに。もっともっとも全部使っちゃう。あー、ぽくね。ぽいぽいよね。全然ぽいよ。え、これ多分出会ってるよ俺たち。ちょっともっとズームズームズーム見せてあげて。ほら、汚くねえ。お前ら勘違いするな。勘違いするな。これ出会いだから。こんな砂なかなかないぞ。いい砂。まさか砂場の砂でもなく、こういうところの砂でもなく。ほら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 めっちゃ泥団子じゃない。これで一回この後ちょっと皿粉をかけて、うん、で丸く整えていきます。オッケー、なるほど。で、ある程度固まったら放置ですね、一旦。なるほど。お前あれだ、皿粉用意しろ。てか、こうペンペンしたらさ、この粒々が外側に来るのかな。どういうシステムなんだろう。泥団子のシステムが分かんない。お前めちゃめちゃいい皿粉や。あ、でも怖い、これや、お前失格。このゴミみたいなので、お前がここ集めて、俺がこうやってやってるところの上に振りかけて。分かりました。 OK です。もう振りかけちゃってもいいかもしれないです。マジこの状態で。はい、一旦かなり緩いよ。一回様子見で行ってみる。一旦固めるんですよね。なるほど。いきますよ。これよ。あー、なるほど。うわ、あー、なるほど。あー、3、40分ぐらいやんないといい感じにならないんだって。これ30、40分やだってさ。あ、そうっすね。じゃスマホさ、こっちに移動してくんね。はい、画面拭いて、もう砂で何も見えないから、ちょっと画面一回拭いて、キヤーって、うん、あこの皿子使いません。これ使おう。これすごい純度の高い皿子、スマホについた。今のシステムをなんか応用できないかな。だってさ、見て、ちょっと来てみ、ちょっと来てみ。ほら、これ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 、どこに行くかわからない、その浮遊してる状態のものを、すごい純度の高い。うまい方法ないかな。それをキャッチする方法があればいいんだよ。分かった。お前、ビニール袋持ってきたべ。はい。ビニールとかして。で、俺、これキャッチするから。お前、それ、揺すって。目にだけ入らないように、ちょっと。オッケーオッケー。俺の目の前で、その、振ってくれ。そうや。そうや、そうや。これが一番純度だった。いいぞ。いいぞ。これだ、ほら、こんだけ。これはクリアがしてこ、あるあるある。これはクリアがしてこ。奇跡の砂。センチュリーサンド。これはさすがに配信に伝わる。見て。これは変わったべ。いや、これ伝えた方が良くないですか、マジで。これの違いはちょっと見せてあげて。これが、滝で、サラ砂を取った状態の砂、これが元の砂。この違い分かる。
これぐらいの職人芸に俺たちは来てるから。配信序盤の方から見てるやつは今涙流して感動してるじゃんこれ。途中から来たらこれ何してんだってなるけど、最初の10分に来てくれたみんなからすると涙流してんじゃないのこれ。まずストッキングでその皿子を超えた新皿子が抽出できるのかまず試してみよう。わーいってなんだお前興奮してんじゃねえよ。いいっすか。ちょっとそれやってみて抽出。もうちょっともうちょっと。すげえ、すごすぎる、うわすごすぎる、すごすぎる、新サラコだ。でも俺子供ができても自慢できるなこれ。そうっすね、うん、俺とお前も子供ができても安泰だな。10回遊びがあったとしたら7回は 砂遊びしよう。そうっすね。もうサッカーとかやらせん。教えますね。そう、武術とかもやらせん。 お父さんと2人で泥団子しよう毎週だ。もうピカピカのできたらどうします。もう保存します。それとも保存でしょう。保存保存でしょう。キャックスの縦の隣とかに置いてきますでもこんぐらいでいいと思う。サラコはいいっすね。一回これを袋に入れて日陰で寝かせます。日陰で寝かせる。了解。どんぐらい待ち。30分1時間ぐらい。30から1時間です。一回ちょっとあれするか、球技できる場所に移動するか。はい。ちょっと待って、隠そう俺たちの赤ちゃん。そうっすね。ちょっとこんなところじゃマジ絶対持ってかれる。取られる。さすがにこれの貴重さが分かってない。綺麗。使っちゃダメなんですかね。何が。その野球場みたいなところダメだろうな。隅っこだけでもダメだろうな。ダメか。ダメだって時間がしたから。熊本の方は勝手に使っていい。熊本何でもしていいんだよどこで何してもいいっすよ配信にあの夕日はどう映ってるんだろう。すごいんだけど景色めっちゃ綺麗なんだから。止まって止まって。はい、これ映して。舐める下から。めっちゃ綺麗に映ってます。いい感じ。いい感じです。逆光だってよ。全然綺麗じゃないじゃん。逆光だっつってるよ。あら、空は綺麗でしたよ。俺が映ってるので見ねえだろ。ミュージックステーションもできるよ。下から横からこうてテレテレテテテレテレテテレって横からテテテテテレテレテ。ズームだろお前。ミュージックステーション見方ある？ないっす。ない？まずどっちからする？どっちでも。まあサッカーですかねじゃあ。サッカーからしよう、はい、手首不安だから。なんかかけよう。何すか。5本やるから3本止めたら、はい、最後、いいご飯行こう。お前が作るんじゃなくて。行けますね。うん、これ3本止めたらね。はい、3本止めたらね。オッケー。ダメだ、端っこに切れてまず1本な。じゃあね、俺がビビって、俺がビビって外すことを恐れんな。え、なんで確かによし、いいよ。オッケー、サッカーだろ。
いいね。あー重っ。めっちゃ重い。いや、まあそんな感じかな。YouTube だ、 YouTube。 なんて YouTube ですか。言って。スタさん、スタさん、なんて YouTube ですか。スタンミってのどれやってるから。スタンミっていう名前やってる。見てみ帰ったら世界一面白いぞ。スタンミ、スタンミ、カタカナでスタンミ。はじめ社長とこの前コラボしたやん。ヨガソ行くのここ。よく見るパンチ来てる。マジで。泥団子作ったことある。今お兄さん泥団子作ってんだよ。え、作んない。お前作んない。作んないか。作んない。じゃあね、ありがとう。いい子たちでしたね。いい子たちだね。今時の子めっちゃさ、YouTube とか詳しいからさ、絶対嘘なんて言ってるやん。ここら辺からさらってないよね。そうっすね。うん、ここら辺にしよう。はい、よいしょ。はい、ちょっと水分補給出して。はい、ちょっと水分補給。あー、うん、まうめぇ。それではまず開封式から。おしゃおしゃおしゃ、ぶおおおおお、こんな感じ。これにサラスナの上をいく新サラスナをかけていく。はい、いいよ。ちょっと座れ、ダメ。お前の手を片っぽ入れよう。お前の手をこっち入れて。右手骨折してるから、お前が主導やるんだ。お前、俺がこう、なんていうの、動かさないかは、お前がこう、滑らすがやろう。そう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 。太陽はいつか落ちるの。うわ、めっちゃ微妙だな。微妙。丸くはあるけどね、光沢が出ない。公園の土だと限界があるか。ちょっと照らしてあげて。こんな感じ。ゴツゴツしてんだよな。ちょっと最初が荒かったっすね。そうな、最初の砂が荒かった。この砂が荒すぎてデコボコが出てきちゃってんだよね。形はいい感じですけど、うん、形はめっちゃ丸くて、サラ砂もかなり質がいいんだけど、一番最初の砂の不純物が多すぎたね。これはおじだ。まあ第一作目としたらまあいいんじゃない。公園の土、知識ほぼなし。泥団子ってことで、ちょっと泥団子に関してはリベンジ会をやらせてください。はい、また僕のやりたいことを配信してしまいました。自分勝手に最近配信しております。マジで超楽しい。それでは最後はスカイツリーを見てお別れにしましょう。カメラ枠。はい。それでは皆さん、さようなら。お疲れ様でした。バイバイ。